トムソン・ロイターは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークに本社を置く、多国籍大手情報サービス企業である、カナダのウッドブリッジカンパニー参加。カナダに本拠を置く大手情報サービス企業である、トムソンがイギリスに本拠を置く大手通信社のロイターを、買収することにより、2008年4月17日に、設立された。買収価格は、 当初87億ポンドと発表されたが、80億ポンドに目減りした。トムソンにとって、ロイターの買収は2大メディアグループを統合することで、金融ニュースと情報の一大発信源を作り出すのが目的だったが、2グループの統合はいまだ期待された全ての恩恵をもたらすには至っていないと評価されている。推計によると、金融データ市場における、 トムソン・ロイターのシェアは、ライバルのブルームバーグをかつて10ポイント以上、引き離していたが、数ポイント差まで迫られている。統合後の第1段階として、旧トムソンと旧ロイターの事業は、以下の2部門に再編された。上記のうち、旧トムソン・ヘルスケアの事業は2011年6月に、売却する方針が決められ、2012年6月に、投資ファンド、 ベリタスキャピタルに現金12億5000万ドルで売却される取引が完了した。2011年12月には旧ロイター出身のトーマス・グローサー CEO が退任し、後任に旧トムソン出身のジェームズ・スミス CEO が昇格する人事が発表された。これにより、同社経営陣には旧ロイター出身者が事実上いなくなった。 経営トップの交代と合わせて、さらなる組織再編も実施され、現在の部門構造は、以下の通りとなった。上記のうち、金融、リスク部門に属している、法人サービス部門は、ナスダック OMX に、現金3億9000万ドルで売却することが2012年12月に、合意された。ニュース編集部門も売却されるとの観測が浮上した、ことがあったが、 同社幹部はこれを否定した。2016年10月には、知的財産、科学事業がオネックス及び、ベアリングプライベートエクイティアジアに売却され、クライベートアナリティックスとなった。同社は、業績不振が続く金融、リスク部門を中心に、人員削減を進めている。まず2013年2月、年内に2500人を同部門で削減する。 方針を明らかにした。同年10月末には、同部門を中心とする前者で3000人を追加削減する方針を発表した。この一環として、同部門参加のニュース編集部門では、同年11月から記者らを最大5%削減する措置が進められている。日本法人としては、旧トムソンの日本法人と、 旧ロイターの日本法人がそれぞれ社名を変更して存続している。トムソン・ロイターは2002年から2016年まで毎年ノーベル賞受賞者の予想を発表していた。これは同社の Web of Science をもとに論文がどの程度引用されたかによって予想を立てている。2011年の受賞者9人はすべて過去に候補に上がっていた。 現在は新会社クラリベートアナリティクスに引き継がれて継続している。ありがとうございます。